女優米倉涼子が主演するテレビ朝日系人気ドラマシリーズ、ドクター X、外科医大門未知子スペシャルが3日、午後9時から放送され、番組平均視聴率 22.0% を獲得したことが4日、分かった。連続ドラマ、第3シリーズ終了から1年7ヶ月ぶり、初のスペシャルドラマでも失敗しなかった大門先生。最高視聴率は、午後11時4分にマークした 25.8% まで上がり、伊野尾慶演じるフィギュアスケーター氷室浩二郎が大会で、クワッドアクセルを決めてガッツポーズし、美智子が大喜びしたシーンだった。視聴率はすべてビデオリサーチ調べ、関東地区。今作で、美智子の仇役を演じたのはビートたけし。自身初の医師役。それもオープニングでは岸本佳代子と、エンディングでは橋本まなみとキスシーンを演じる美味しい思いもしながら、神経系の疾患でメスを握れなくなってしまった外科医が、地元の製薬会社と手を組み内科医に転身し、現在は日本初となる創薬の拠点、クロス医療センターの病院長として暗躍する姿を熱演した。なお、ドクター X の連続ドラマ第4弾が10月から木曜9時に放送されることも発表されている。失敗しない伝説はまだまだ続きそうだ。